皆さん、読み聞かせの時間ですよ。今日の主人公は遊ぶのが大好きな子。ある日、彼女はこっそり外へ出て。あれれ、副作用？また小さい姿に。ですがこうなるとあれができちゃいますね。限定のアイスください、大きいの。美味しいです。バイカ園の子たち帰るよ。まったく、シュン姉さんはどこに。せっかくのチャンスなのに。悪い子を捕まえたのだ。おとなしく実験体に。遅くなっても帰らない悪い子はどこですか？おしまい。みんなは怖い目に遭わないよ。ちゃんと日が暮れたら帰るんですよ。ですよね、先生。まあ、私は先生と一緒なら何も怖くないですけどね。